一番最初出会った時忘れたんか。もうその話いいんですよ。一番最初すごかったっすね。なあ、山内もおったよな。いました。なんか僕らと大吾さんで哲夫さんなんかで山ちゃんとかで歩いてて、でなんか若い子らとすれ違ってなんかおざすってちょっとされて、あれあの子ら NSC 生ちゃうかってなって、で哲夫さんがあれほっといてええんかってノリ服かけてきたから、ヤンキーキャラですしね。そうそう、ヤンキーキャラだし、お前ら止まれって言って、お前らちょっとこっち来いって言って、あの挨拶なんやねん、お前らちょっと全員正座せって言って、3人は正座したんやけど1人だけが立ったまんまで俺のこの辺でずっと俺のことメンチ切ってて、それが濱家やった。でも僕もちょっとビビってもうて、いやいやいや、でかいしやっぱ濱家って、で当時ほんまに悪やったから、いやいや、でちょっとビビってもうて、誰なんやこいつってなって、こいつの相方誰やねん、責任取れって言ったら、山内が正座して涙流しながら手挙げてたんだ。そうなん。そうです、そうです。そんなんしたんや。怖かったから。もうだって怖すぎますやん。怖い、めっちゃ怖かった。いやだって当時ベース吉本って劇場のメインの笑い飯さんとか千鳥さんとか、そのメンバーがいる中で、無名のやつがメンチ切る意味わかんない。確かに怖い。先輩方に、先輩もうすごかったな、圧が。ほんまに痛かったんすあの時。でも未だにですもんね。誰が最初持ちで、未だにヤンキー。バリバリのヤンキー。44歳で未だにヤンキーやってる。バリバリのヤンキーです。若い頃はヤバいほど尖っていた武智と濱家だが、話はここで終わらなかった。いや一番ひどいお前やで。どこがやん、山内よ。あ、何、一番心がヤンキーかも。いや、何がそこがなんすか。いや、さっきのその濱家との話ね、濱家との出会いの話、ね、まあ面白いから、山内も多分全国区で喋りたかったんやと思うんですよ、うんうん、ただその登場人物が僕では引きがないと。だから僕の登場人物のところを千鳥の大悟さんに変えて全国区で喋りまくってる。そうやな、最低やこいつ。知らないから。知らないじゃない、全国の人はスーパーマラドーナ竹内を知らないから。卓上やな、お前。話が入ってこない。ビジネスすぎる。全てにおいてお前は。今思い出したわ、その10年ぐらい、あ、ま、7年ぐらい前か、はいはい、東京出る前ぐらいに、まあ、一緒に仕事したやんか、はい、で変な滑り方した時に山内が、はい、田中さん東京では絶対通用しませんからねって言われて、めっちゃショックやったやん。マジの通り。シンプルに嫌なやつ。何こんな言うんやろうと思って。YouTube で見られるのはここまで。アベマならゼニータチを最初から最後まで存分にお楽しみいただけます。